ソコト帝国は現在のナイジェリア北部に存在した国家。19世紀初頭にウスマンダンフォディオのジハードによって建国され、1903年にイギリスの保護領となるまでおよそ100年間存続した。ソコト帝国という名称は帝国が首都を置いたソコトから来ている。ただし、このソコト帝国という名称がナイジェリアの独立後に容認されるまでは、 フラニ帝国という名称が主に用いられていた。それ以外にも、そことカリフ国や、そこと大使国とも呼称される。かの年代記によると、そこと帝国が建国されることとなる。ハウサ地方には14世紀後半に、西方よりイスラームが伝来し、15世紀中頃にはアラブ人が定住した。イスラーム的要素の強いハウサ小王国が形成され、 これらの国家は15世紀末には、損害王国の支配下に置かれ兆候を課された。16世紀末に、モロッコの侵略によって、損害王国が衰退すると、その支配を逃れた、ハウサ小王国は活発な商業活動を開始した。そこと帝国の建国者となるウスマンダン・フォディオは、1754年、小王国の一つであるゴビールに住む。 フルベ人の熱心なムスリムの学者の家庭に生まれた。彼は弟であるアブドゥラーヒと共にイスラーム教育を受けた。20歳になった彼はジブリール・ウマルという教師の下で学んだ。イスラーム聖職者となった彼は1774年頃から説教師としての活動を開始した。彼は当時のゴビール王であった場合がイスラームの教義で禁じられているムスリムの奴隷化や 協議にない税の徴収をしていることを批判した。コビールの住民は軍隊維持のための重税に苦しんでおり、彼は民衆からの熱烈な支持を得た。バワワウスマンに対してムスリム共同体の形成を認め、男はターバンを、女はベールを着用することを認めた。ウスマンはコビールとザムファラの国境にあるデゲルにムスリム共同体を設立した。しかし、 ウスマンの力が強大になるにつれ、これに脅威を感じたバワは、ムスリムに対しターバンやベールの着用を禁じた。1804年2月、バワの後を継いだナファタの後継であるユンハは、ウスマンに対して国外追放令を出した。デゲルを追放された、彼は北西のグルエと拠点を移した。1804年2月、信仰の司令官を意味する。 アミール・アル・ムミニンに選ばれたウスマンは、ユンファを異教徒であると非難して、ジハードを宣言した。また、ウスマンは、ゴビールに限らず、ハウサ小王国のすべてにジハードを宣言し、ハウサ小王国の指導者に対して、改革を求めた。ウスマン自身は、フルベ人であったが、ジハードの当初は、ハウサ人ムスリムや、ウスマンの影響で回収した、ハウサ人の民が中心で、 古部人は少数だった。もともとハウサ小王国で将軍の役を受け持っていたゴビール王は強力な兵力を持っており、これに対抗するにはハウサ人ムスリムの力では足りなかった。そこに部族連帯によって遊牧の古部人たちがジハードに加わったが、彼らはムスリムではなかったため、松下はジハードは古部人の支配権力奪取のための闘争となったとしている。 ハウサ人ムスリムの中には、フルベ人の支配者としての役割に愛想をつかして、離反する者もいた。ウスマンは拠点をグアンドに置き、ゴビールやケッピなどの連合軍を撃破した後に囲い壁を設けて、ジハードの拠点とした。ジハード軍は1805年には、ケッピの首都を占領し、ついでザムファラを征服した。1807年には、カチナ、 1808年にはダウラやゴビールの首都であるアルカラワを征服した。ジハードはハウサ地方を越えて中央スーダン全体に広がり、隣国のボルヌにも侵攻した。1809年にはカノを征服した。1809年までにウスマンの呼びかけを拒絶したハウサ諸王国はすべてジハード軍の手に落ちた。ウスマンは 広大に広がったジハードを効率的に遂行するために各地域に責任者を任命し地方のジハードの指揮を委ねた。責任者たちは自らも各地に指揮を委ねた。旧ハウサ小王国はそこと帝国の主張国に再編成されたが、その際に主張国の首都は新たに建設された。また、バウチ、ゴンベ、アダマワなどの主張国が新たに形成された。 ジハード初期に、ウスマンによって任命されたエミールは14人のうち13人が古部人だった。そこと帝国の成立年については研究者によって見解が分かれている。カリアは表記の便宜上として、ジハードが始まった1804年を建国年としているのに対し、島田はコビール王を破った1808年を建国年としている。 1830年の西アフリカ1812年、ウスマンはイスラーム神学の勉強に専念するために、ジハードで獲得した領土を大きく、東西に分け、息子であるムハンマドベロを東部の統括者に、弟であるアブドゥラーヒを西部の統括者に任命した。これによってアブドゥラーヒは、ガンド首都とする国を、 ベロは、ソコトを首都とする国を統治することとなった。1817年に、ウスマンが死去すると、ソコト帝国の各地の有力者はベロに対して、忠誠の誓いを行い、ベロは宗教指導者であるカリフかつ、ソコト帝国のスルターンとなった。アブドゥラーヒは、当初、ベロとの間で、緊張状態にあった。この緊張関係は、数年後には解消したが、カリヤは、ベロが、 ソコト帝国の最高指導者となった当初、アブドゥラーヒはベロを中心とする政権を全面的には支持していなかったと推測している。ベロはカリフィに着くとすぐに、ソコとの南東に位置するザムファラデバーナーガという人物を中心とする反乱が起こった。これを受けて、ベロは軍事遠征を行ったが、バクラという場所で奇襲を受けて大敗した。この反乱によって、 そこと帝国は打撃を受け、反そこと帝国勢力を勢いづかせるきっかけとなった。1820年頃になると、ジハードも人生化した。広い地域に渡った国土を統治するため、ベロは国家の辺境に、リバートと呼ばれる、城塞基地を築いて外部からの攻撃や侵入に備えた。また、リバートには、 イスラーム同士が配置されることが多かったため、イスラーム文化の中心地となるものもあった。その他、ベロは遊牧民の定住化も進めた。1830年までに、ソコト帝国は国境線を確定させた。ソコト帝国の領域は、東はカネム・ボルヌ帝国に接し、西は現在のブルキナファソまで、南はヨルバランドに、北はサハラ砂漠の縁に達した。 国境線は19世紀を通してほとんど変わらず維持された。後に、トゥクロール帝国を建てることとなるアルハジオマルは1826年にマッカ巡礼を行った後に、ソコト帝国に7年滞在し、この間にベロの娘を妻にめとった。ニジェール川の地図。1823年、イギリス人探検家のヒュークラッパートンらがソコトを訪れた。 彼らはベロに丁重にもてなされたが、イギリスと通商協定を結び、祖とに領事と医者の駐在を認めてほしいという、クラパートンの要請に対して、ベロは反対はしなかったものの賛成もすることはなかった。1825年、彼らはベロが記したイギリス国王ジョー時賛成宛の新書と、共にイギリスに帰国した。帰国後、彼らは西アフリカ内陸部に野蛮で、 未開な社会とは別の秩序だった社会が存在することを報告した。しかし彼らが報告した奴隷制度や奴隷狩りの記録は後にイギリス政府によるそこと征服の口実の一つとなった。1884年11月ドイツ帝国のビスマルクの呼びかけによりベルリン会議が開催された。イギリスやフランスなど13カ国が参加したベルリン会議では ニジェール川の自由航行が認められたほか、沿岸部を占領することが自動的に内陸部の所有権を生み出すという勢力範囲の原則と他国の権益のない地域を新たに勢力権に加える。際には列強に通告するのみでよく、勢力に加えた地域では他国の権益を保護できる実態的権力を打ち立てるべきであるとする実効支配の原則が合意された。 これによってイギリスは、ソコト帝国の領域に対して、権益を主張できるようになった。1885年、ソコト帝国とナショナルアフリカ会社は、協定を結んだ。協定では、ベヌエガは、ニジェールガー領岸で、徒歩10時間以内の距離にある領域のすべての権利を、ナックに譲渡することや、ナックによる公益独占を認めること、条約の高級性などが定められたほか、 ナックがガンデに対して毎年小安海2000袋、ソコトに対して3000袋を送ることが定められた。これはイギリスがこの地域の実効的支配を裏付ける協定となった。1897年、イギリス植民地省は西アフリカ編教軍を創設し、フレデリック・ルガードが指揮官に命じられた。ルガードは同年に主張国の一つであるビダヤ、 イロリンを占領した。1900年1月1日、イギリス政府によって北部ナイジェリア保護領が設置され、これの高等弁務官に就任したルガードは、ソコト帝国などの北部ナイジェリア全域をイギリス領にすると宣言した。この頃のソコト帝国は、帝国内の抵抗勢力や、ラベ国などの外国勢力に脅かされており、イギリスは、 そのような多くの脅威の中の一つでしかなかった。1900年にはコンタゴラが、1901年にはヨラが、1902年にはバウチがイギリス軍によって占領された。また、カノの南にあったザリアは抵抗を諦めて1902年に降伏した。1902年、当時のソコト帝国の君主であったアブドゥルラーマンは、ルガードにあてて手紙を送り、 戦争を通告した同年、ケフィに駐在していたイギリス人事務官が地元の徴税官によって殺害された。1903年1月29日、イギリスは報復のため700人余りの軍隊を徴税官が逃げた先であるカノに送った。2月3日にはイギリス軍はカノを占領したが、この時カノのエミールであったアリーは祖国に出向いており、不在だったためイギリス軍は ソコトに転身した。ソコトでは、イギリスに対して服従すべきであるとする人々と、交戦すべきであるとする人々、異教徒に取られる土地から去るべきであるとする人々とに、分裂していた。ソコトは3月21日に陥落し、ソコト帝国は崩壊した。スルターンであったアタヒルはソコトを脱出した。イギリスはソコトで新たなスルターンを擁立したが、 領民の多くやイギリスに服従した主張でさえも、正当なスルタンは、アタヒルだとしていて、彼を密かに支援していたため、イギリスは彼を追うのに苦心を強いられた。しかし、祖コとの数百キロメートル東にあるブルミにおいて、アタヒルは捕らえられ、戦闘の末、彼は7月27日に死亡した。ルガードはスルタンに対して、祖コとの間接統治の開始を宣言した。 ソコトのスルタンは存続されたが、エミールの監督権はイギリスに譲渡され、宗教上の権限だけが認められた。ソコトのスルタンの流れを組む者は1960年のナイジェリア独立後にも政治的に重要な役割を演じた。その一人であるアフマドベロはナイジェリア北部で北部人民会議と呼ばれる政党を率い、北部州の初代首相となった。 そこと帝国はカリフを君主とするカリフ帝国とみなされている。しかしカリフは宗教指導者としての称号であり政治的統治者としての称号はスルターンであった。そこと帝国はスルターンを頂点として各地にエミールを配置する体制をとっていた。ジハードの時代、ウスマンは各地域に責任者を任命して地方のジハードの指揮を委ね、 さらに任命された責任者たちは、自らも各地に指揮を委ねた。勝利を収めた彼らは、占領地のエミールとして任命され、エミールはカリフに対して、忠誠を誓うとともに、毎年功能義務を負って、エミールに就任した。新たなエミールの就任には、スルタンを保筆する大臣の承認を通した上で、スルタンの承諾が必要だった。また、スルタンは、 エミール範イの権限を有していた。エミールたちは、スルターンが支配する祖トをモデルにして、主張国の支配体制を整備した。中には、例外的に現地の伝統的統治組織を残して国を作ることもあった。祖こと帝国の属国であった主張国には、自らも属国を持つ例が見られた。属国の主張は、エミールの承認を得て即位したが、 エミールも、また主張の背意見を持っていた。こうした、主張国は15から20あった。祖ことのスルターンを頂点とする体制は19世紀末までに、北部ナイジェリアの広い地域で整っており、東端でわずかに従属していない地域が残るのみで、あった。ワジリと呼ばれる大臣、または高官には、スルターンの親族や親家が任命され、スルターンとエミールの仲介を務めた。 エミールの功能の徴収には大臣が監督責任を負っており、怠慢なエミールに対しては軍を派遣して強制的に徴収を行った。そこと帝国では通貨として宝貝が用いられていたが、マリアテレジア銀貨などヨーロッパの貨幣も通貨として用いられた。宝貝通貨5000個がマリアテレジア銀貨1枚に相当した。 宝貝通貨6万個があれば一つの家族が1年10分に安楽な生活ができたという。ウスマンによるジハードの時期よりヒムスリムの捕虜は身の白金と引き換えに解放されるか、または奴隷とされていた。男性の奴隷化には制限はなかったが、女性や子供の奴隷化には一定の制限が設けられていた。 私役したり売却することのできる奴隷の存在は、そこと帝国の財政基盤の強化にとって重要な意味を持っていた。1824年に、そこと帝国を訪れたクラッパートーンは、カノの住民は3万から4万だが、その半数以上が奴隷であろうと記している。また彼は、カノには、一般の市場とは別に常設の奴隷市場が存在したことや、 ジハードの中で住民が捕獲され、売却されたことで荒廃した村や町が存在したことなども記している。カノの東に位置するカタグムでは、奴隷が主要交易品となっており、ソコト帝国の首都であったソコトでは、他の商品は輸出のみか輸入のみであったのに対し、奴隷は輸出入ともに行われていた。奴隷の値段は、少年少女、特に未婚の少女の価格が飛び抜けて高く、 最も価格が安かったのは成人男性だった。布、衣服産業にはニジェール川の係流域出身の奴隷が徴用されており、島田によると奴隷制が肉体労働者の売買や市益のみを目的とせず、専門技術者の獲得をめぐって機能していたという。イギリス人探検家であるクラッパトンの記録には、祖とにザカードや道路通行税、 市場税などがあったことが記されている。また、家畜税や地租、染色職人に対する税が存在した。その他にも、ヒムスリムを中心として、カラジヤジズヤと呼ばれる人頭税、戦利品の5分の1を収めるクムス、相続税が存在した。1860年のソコトの市場の様子。FR、オーギュスト・アディマルがソコトのショートであった可能ではぬの、いい副産業が発達していた。 ドイツ人探検家のハインリッヒ・バルトによると、カノの証券は、北は、地中海沿いのトリポリ、西は、大西洋、南はアダマは、東は、ボルヌにまで達していたという。バルトの推測では、カノの衣類の全輸出額は、宝買通貨3億個分に達しており、これによって、およそ5000人が養われていたという。クラッパートンによると、製品には、卸売業者の名が記され、 もしも製品が不良品であるとわかると売り手に返品され、買い手は代金の払い戻しを受けることができたという。これは、カノの法律で定められた制度であり、布、衣類の信用維持には国家を挙げて取り組まれていた。そこと帝国には、集権的な軍事組織はなく、各市長国が各々の軍隊を持って自分たちの脅威に対処していた。 ソコト帝国の勢力拡大を恐れていた北、アフリカやサハラの勢力は、ソコトへの鉄砲の輸出を制限しており、ソコト帝国には滅亡に至るまで十分な鉄砲隊が存在しなかった。そのため、ソコト帝国の軍の中核は騎馬隊であった。ソコト帝国ではシャリーアが施行されており、カーディによる裁判が行われていた。 司法は主に主張国のエミールによって取り仕切られていたが、ムスリムの死刑の認可はカリフのみが出すことができた。1903年に、ソコト帝国がイギリスの侵攻を受けた際、ワジリア・カーディは、異教徒の支配を受けながら、イスラームの宗教的な所持を遂行することが許されるのかが大きな懸念であったが、この決定の際には、ウスマンの著作の内容に依拠された。カリアは、 ウスマンの思想や見解が、ソコト帝国の重要な規範、法規として機能していたとしている。ソコト帝国は、イスラーム勢力圏に置かれていた。19世紀後半にはイギリスから、キリスト教の宣教師が訪れたが、ソコト帝国のスルターニやエミールたちは、現在のナイジェリア南部において、イギリス国教会がイギリス政府と連携して、宣教活動を行っていたことから彼らの進出に、 危機感を抱いていたため、キリスト教の布教は、かんばしい成果は上がらなかった。そこと帝国は多部族国家であったが、古部人以外の部族にも、フラニゴが浸透していた。しかし、フラニゴは、音調言語でないため代用言語が存在せず、儀礼的な場では、ハウサゴの代用言語が用いられた。イスラーム化によって協力的な音楽や楽器は、追放された。 その代わりソコト帝国では、シャーイリと呼ばれる宗教家の歌手が生まれ、詩ウ歌でイスラーム精神の普及が行われた。ただし、他の地域に比べイスラーム化が進まなかったニジェール、中流域では恋愛化や、協力的な種が保たれた。かつてアフリカは裸族文化であったが、裸を嫌うイスラームを信仰するソコト帝国によって、裸族文化であった地域に、 衣服文化が持ち込まれた。衣服は、抜き頭衣が着用された。材質は主に木綿だったが、剣士の刺繍が入ったものやそもそも絹糸で作られたものもあった。女性はこの抜き頭衣を清掃としていたが、日常的には、腰巻き布の、胸回り布の、背中にマクショールが着用された。また、男性は頭部に、トルコ式の縁なし帽子やターバンを着用し、 女性はスカーフを着用した。イスラームは色地の徳を奨励しており、そこと帝国の知性において男女問わず色地率が上昇した。そこと帝国においては学者階級も急激に成長した。こうした学者が記した進学、法律学、医学、天文学、数学、歴史学、地理学の書物などは、 現代のナイジェリアの時代においても発見されている、グローダーアブデラヒに掲載されている形図をもとに、作成。ウスマンダンフォディオモハメットベロアブバカールアティク1世、アリユ、バッパアフマドアティクアリユカラミアフマドルファイアブバカール、アティク2世ムアズウマルアブドラマンアタヒルアフマド。ありがとうございます。